お前もしかして他のゲームやってた？何一人で楽しんでんだよ。俺にはお見通しなの。さてと、俺も声変わりしたし、そろそろお前のことについていろいろと詳しく聞かせてもらおうかな。で、年いくつ？100歳。ちゃんと答えろよ、真面目に。だから、お前年はいくつって聞いてんの？99歳。99歳か。おお、すっげえなー、それ。これからはシニアが頑張る時代だからね。まだまだ頑張っていただきたいものですわ。今世紀も頑張ろう。俺も頑張るからさ、水槽の中で。そうか、社会人か。稼いだ金で俺のこと買ってくれたわけだな。ありがとよ。え、アスキーに代わって礼を言うぜ。よし、立派な社会人としてこれからの日本社会を支えていこうじゃないか。俺とお前の生殖能力でよ。え？何月生まれ？12月か。12月の何日生まれよ？12月1日だな。武田信玄と同じ誕生日じゃねえか。誕生日関係ないんだな、人柄とは。誕生日が12月1日ってことは、星座は射手座だな。です。お前のペット気持ち悪がるなよ。なんか腹立ってきた。そう言われて好き？俺はあんまりお前のこと好きじゃないけどな。俺も早くお前のことが好きって言えるようになりたいよ。しまう、エッチしよう。やだ、疲れてんだよ。お前さ、社会人って言ってたけど、具体的には何の仕事してんの？ AV 男優。 AV 男優か。イエス、生まれてこの方ずっと AV 男優。あれって結構大変なんだって？一般的にはさ、カメラ回ってる前で、はいじゃあ本番なんて言われても、なかなかね、楽しめるもんじゃないとは思うんだけど、普通の男からすると夢だよね。 AV 男優ってさ、女優と付き合っちゃったりするわけ？まあいろいろ興味は尽きないけど、頑張ってくれ。